いや僕は白だよこう見えても白だよね、みんな分かってる？九州一押しです。今回は宮崎編、このコーナーは福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島以上7県でケーブルテレビで各局の一押しをお届けするコーナー。帰ってきて、もう無理。帰ってきて、今回からは夏に食べたい激辛料理でお送りします。今週は宮崎県ですよ。宮崎県、宮崎県、一緒に行きましょう。それではどうぞ。怖いもん見た。さあ、九州一押し、今回はですね、宮崎編ということで激辛がテーマということでございますけれども、まあ、宮崎にもですね、以前も紹介しましたけれども、まあ、辛麺とかね、ああいうのもありますけれども、今回は宮崎の人でもなかなか知らないんじゃないかなというものを皆さんにご紹介したいと思います。そのお店がこちら、ボン。はい、こちら西洋厨房萌木さんでございます。さあ、一体ここにはどんな激辛料理があるのか、ぜひ皆さんとくとご覧あれ。それでは行ってみましょう。宮崎市新別府町にあるイオンモール宮崎から車でおよそ5分のところにある隠れ家的お店、西洋厨房萌木。ほっとする温かい雰囲気の店内で、季節の食材や宮崎牛など鉄板焼きを中心にリーズナブルに提供しているお店です。この西洋厨房というか、まあ、鉄板焼きのお店なのかなと、はい、激辛ものがあるのかな、はい、と思いますけども、あるんですよね。あの、普段は置いてないんですけれども、はい、あの裏メニューでご用意してます。あ、裏メニューってみんな好きですもんね。裏ってつくと全部好きですからね。好きでしょ、ね、裏メニューはみんな好きですから。裏好きですね。たまりませんね。よいしょ。これはシェフ鶏ですね。そうです ね, ね、これが一体どういう風に化けるのか。もうこれだけでも、これだけでもうまそうですからね。いいです ね, ね。ほら、みんなの大好きな裏ですよ、これ、ね、裏返しましたよ。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。うわ、はい、まあこれは彩りが、いろんな野菜が入ってます。辛そうだな。上にタルタルソースが、うわ、これ自家製のタルタル、はい、そうです。はい、すごく辛いな。辛い要素全くないでしょ。いや、これは辛くないですね。この料理は、あ、この料理は、あ、そうでもないですよ。これはですね、若鶏もも肉のソテーに、はいはい、カレー風味のバーベキューソースと、あとは白いタルタルソースをかけております。これはもうあっさり、しかしでもこれは美味しいですね。ありがとうございます。ランチなんかでもあるんですか？はい、ランチもご用意してます。もうこの量はここまではないんですけども、はい、このメニューが入ったランチもご用意しております。ほう、こちらはあの当店自慢のチーズフォンデューになります。はい、チーズフォンデューで激辛ってちょっと楽しみですね。ちょっとじゃあいただいてみますね。うわ、こんなもうグツグツした、怖いですね。逆に絶対辛いもん。もう全然辛くない。おいしい。次こそは、はい、テーマが激辛でございますから。かしこまりました。よろしいですか？はい。茶番はおしまいですよ。これからが本気ですね。はい。じゃあ本番、早速お願いいたします。はい、お待たせいたしました。
当店の激辛料理です。どうぞ。え？溶岩ですよね、これ。黒いですよね。黒いですね。はい。どうやって作られてるんですか、これ。はじめ、もう揚げてる。あ、手羽先は、はい、はい、素揚げしてます。素揚げして。はい。唐辛子。唐辛子。とオイルを。オイル。はい。それにあの秘伝のタレを入れて。はい。あの揚がった手羽先を絡めて、はいはい、最後にあの激辛のスパイスを振りかけます。絡めます。するとありがとうございます。ぜひ皆さんもお家でやってみてくださいね。ありがとうございます。テレビで食べる。これ上も食べるんですよね。もちろんです。もちろんです。この上と一緒に食べてこそ、はいはいはい、激辛です。ですよね。辛っ辛っ。大丈夫ですか？限度もう何でしょう、ジャクジャク言いますよ。何がジャクジャク？知らんよ。はぁ、あ、辛い。あっ、でも鶏はうまいですね。いや辛い。あれな、耳が遠くなってきた。うん、だん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 こう、うん、期待で痩せが、うん、でもこれね、またお酒なんかとね、そうですね、一緒に一本でいっぱいはいけますね。食べるとうまいんじゃないかな。これ裏メニューって言ってましたけど、これ普通にその定番のメニューであるんですか？そうですね、あの通常はあの、はい、あのピリ辛手羽先といって、ここまで辛くないんですけど、はい、ピリ辛程度のものを出してるんですけど、はい、まあ、今回こうやって、あの激辛手羽先ということなんですけども、あのご予約時に言っていただければご用意しますので、これを、はい、もうどこの料理食べてもあのそんな辛くないぞという方は一度ぜひこちらの萌毛さんの、ね、この裏メニュー萌毛ドラゴン、ね、予約をして一度食べていただきたいですね。そうですね。吉村町萌毛さんに足を運んでみてはいかがでしょうか。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これカレー、いやこれカレーはこれだよ。これカレーなかなかやね。うわ、初めいけるかと思ったぞ。ぐー、まあ、後からもバーンすみません、あの、はい、ご飯の普通のおっさん、あのさ、うん、風呂上がりのなんかすごいですけど、本当に若干ねシャワー浴びた後みたいになる。いや気持ちよくなるよ。吹き出すんでしょあれ。吹き出す吹き出す、うん、いやあれはやばい。あのオーナーの黒木ミステルシェフでございますけど、はい、もう僕昔から実は、ね、はい、知ってましてですね、はい、昔一緒に働いてたこともありまして、はい、もうその当時からあのメニュー出してたんですよ。はあ、昔からあの量を、うん、そ う, うでね、あのやっぱ辛いもの好きの人って結構いらっしゃるじゃない。はい、でそういう人が僕は辛いの全然大丈夫ですよとか言うと、はい、うん、倒しにかかるんです。だからモエオドラゴンなんですね。モエオドラゴン。でもね、鶏の旨味、鮮もの以前食べましたよね。2週間前のテケテレで、亜生さんが食べたやつ、はいはいはい、でもね、シロさんがあの V の中で言った通り、はい、すっごい辛いんですけど、はい、あの肉の旨味がね、めちゃくちゃ、ね、ちゃんとしっかり残ってるの。そうなんですか。僕もあの後ちょっと食べさせてもらったんですけど、それだちょっと食べただけでもボワーってなるでしょ、はい、でも味はしっかりしてましたけど、ね、あ、味がね、あのやっぱこうタレも絡めてるんで、はい、そのタレがまたうまいです。うわ、もうすっげーナイスなバランスね。あ、だからやっぱもう本当さ、もうビールと絶対こういかないと、絶対ビールと合うでしょ、うん、お酒合いますね。食べたいですね。なんかその辛さの表現で一つ学んだね、うんうん、はい、なんですか、耳が遠くなるから。やらないでもなんとなく分かるだろ。三半規管すらおかしくなるぐらい辛いってこと。俺だってあれからずっと店の中ぐるぐる回ってました。なんか分からんけど、おかしくなったと。びしょびしょやったね、うん、すぐ負けるわ俺は。ぜひともチャレンジしていただきたいですね。あの皆さんもね、食べていただきたいなと思いますけれども、はい、萌毛さんからプレゼントもいただいておりますので、はい、後ほどのプレゼントコーナーの方を楽しみに。はい、はいはい、以上九州一押し宮崎県ネット
県宮崎県編でした。はい、 CM の後は今週のプレゼントのおさらいです。変でした。すいませんね、宮崎県変でしたって言ったら、はい、その辺じゃないですか。はい、はい。